どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が金属製のカードが発行できるキャッシュレス界の黒船レボリュートについて紹介していきたいと思います。特徴やメリット、デメリットまでまとめていきますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。まずは時間がない人のためにレボリュートについて簡単にまとめます。レボリュートは国内、海外問わず利用できる金融に特化したスーパーアプリです。受け取りや送金、支払い、さらには23種類の外貨両替にも対応しています。スマホ決済はもちろんのこと、リアルカードも発行できます。利用料は無料から最大1980円まで3つの月額プランが用意されており、最上位のメタルプランなら最近のトレンドとなっている金属製のメタルカードを発行可能です。また、フライト遅延の際には、無料空港ラウンジパスが提供されます。アプリからカードの利用停止、支払い限度額の設定、さらには使い捨てにできるワンタイムバーチャルカードを発行でき、セキュリティ対策は万全です。他のキャッシュレスサービスにはない特徴やメリットがあり、インストールしておくと、より普段の生活を充実させてくれるアプリです。では、ここからレボリュートについて詳しく解説していきます。レボリュートは、一つのアプリでお金のすべてを管理できる金融に特化したグローバルなスーパーアプリです。2015年に英国でスタートし、現在は35以上の国でサービスを提供。個人ユーザー数は1800万人以上に上ります。国内では PayPay や楽天 Pay が有名なキャッシュレスアプリですが、世界で見るとレボリュートは圧倒的な知名度を誇ります。レボリュートの登録方法や使い方は、1、電話番号を登録、2、アプリをインストール、3、アカウントを開設、4、チャージする、5、利用する。この5ステップです。チャージはクレジットカード、プリペイドカード、デビットカードから行うことができます。レボリュートでは、スタンダード、プレミアム、メタル、この3つのプランから選択できます。スタンダードは無料、プレミアムは月額980円、メタルは月額1980円です。大きな違いは、外貨両替とATM 引き出し金額です。カスタマーサポートの優先度、ラウンジキーパスへのアクセス、フライト遅延時の無料ラウンジパスにも差があります。また、年払いにすると、プレミアムは9800円、メダルは19800円となり、お得に利用できます。レボリュートの還元率は基本 0% です。メダルのみ、利用金額の 1% がキャッシュバックされます。上限は月5000円までなので、支払い金額50万円までが対象です。レボリュートでは支払い、個人間送金、外貨両替、 ATM 引き出し、貴金属取引、この5つの機能を提供しています。支払いではネット上で決済できるバーチャルカードと、実店舗で利用できるリアルカードの2つを提供しています。スタンダードとプレミアムはプラスチックカード、メタルは金属カードです。バーチャルは使い捨てできるワンタイムバーチャルカードを発行できます。リアルカードのタッチ決済、 Google Pay に対応していますが、現在 Apple Pay には対応していません。個人間送金では、レボリュートユーザー同士で送金請求ができます。手数料は無料です。外貨両替では手数料無料で、23種類以上の外貨両替が可能です。スタンダードは毎月7万5000円まで、プレミアムとメタルは限度額がありません。 ATM 引き出しでは、国内、海外の ATM から引き出しができます。海外の引き出しについては上限があり、スタンダードは毎月2万5000円、プレミアムは
5万円、メダルは10万円です。貴金属取引では、金と銀の取引ができます。1円から取引が可能で、スタンダードプランでは取引手数料が 1.5% から 2%、プレミアムプランとメタルプランでは 0.5% です。では、レボリュートのメリットについて紹介していきます。全部で6つありますので、1つずつ解説していきます。1つ目は利用についてです。レボリュートはネット上から無料かつ数分で口座開設ができます。バーチャルカードは即時発行されるので、ネットショップでの決済ならすぐに利用可能です。リアルカードについては1営業日から3営業日で到着します。2つ目は為替レートです。通常、海外でクレジットカード払いすると割高なレートが適用されます。しかし、レボリュートなら140種類以上の通貨を銀行間為替レートで支払いが可能です。これにより余分な手数料を支払うことなく買い物ができます。海外で買い物するときには大きな効果を発揮します。3つ目は送金についてです。23種類以上の通貨を手数料無料で外貨両替できます。通常、海外に送金をする場合は多額の手数料がかかりますが、レボリュートなら銀行間為替レートで海外送金が可能です。また、レボリュートの個人間送金は無料で行うことができます。4つ目は空港のラウンジパスです。プレミアム会員とメタル会員なら、フライト遅延が1時間を超えた場合、空港のラウンジが無料で利用できます。本人と同行者1名が対象です。5つ目はクーポンです。レボリュートではクーポンが用意されています。クーポンを実施している店舗の支払いにレボリュートを使うことでキャッシュバックが受け取れます。現在はオンラインショップのクーポンがメインです。おおよそ 1% から 5% ほどが還元されます。6つ目は予算管理と支出分析です。レボリュートでは予算管理が可能です。一定期間にいくら使うか予定を立て、それに応じて支出を計画できます。予算にどれだけのお金が残っているか、支出可能額はいくらかなど、いつでもどこでも確認可能です。続いてデメリットです。大きく2つありますので、解説していきます。1つ目は還元率です。スタンダードとプレミアムでは還元率が 0%、メタルでも最大 1% です。現在は 1% 以上の還元率を提供しているクレジットカードが多くありますので、これらと比較するとかなり劣ります。ただし、レボリュートへのチャージでもポイント付与されるクレジットカードがありますので、そちらからチャージすることで間接的に還元を発生させることが可能です。2つ目は利用の制限です。レボリュートではクレジットカードからチャージした金額は制限があります。送金や ATM から出金ができません。これはクレジットカードの信用枠の現金化を防ぐための処置です。デビットカードからのチャージ分に対しては送金や出金が可能です。レボリュートは還元率が低いですが、使い方次第では多くの還元を受けることができます。マスターカードブランドのクレジットカードから au pay にチャージ、そして au pay プリペイドカードからレボリュートにチャージすることでポイントの30ドルが可能です。もし au pay カードを利用した場合は、合計最大で 2.5% の還元率を実現できます。ただし、最近は多くのキャッシュレスアプリで解約が実施されており、ポイント付与の対象外となることが多くなってきました。心配な方は公式に確認してから利用するようにしてください。また、レボリュートに D 払いを紐付けすると、さらに 0.5% 還元率がアップしますが、2022年6月1日以降は還元率が 0% になりますので注意してください。残念ながら、
解約されてしまいました。では最後にまとめます。最大の特徴は海外でお得に利用できる点です。外貨両替に対応しており、海外への送金も銀行間為替レートが適用されるのは大きなメリットです。そして月間1980円かかりますが、金属製のカードを発行することで所有欲も満たしてくれると思います。またチャージも上手に行うことでポイントの30ドリができ、還元率を 2.5% 以上にすることも可能です。ポイ活好き、節約家には必須のサービスと言えます。以上、今回はレボリュートについてまとめてきました。こんな感じで自分のチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。